緑組に入ったの太郎は久しぶりだよな。前もそういえば太郎と一緒にこの月1セントラル TV をやらせてもらいましたけれども、今のところまだあのお休み中だけどね、太郎さんを控えながら今日もお送りしていきます月1セントラル TV。 しかも私内藤忠でよろしくお願いします。今日もね、いや名古屋も本当にいいお天気になってますけれども、今日も皆さんはどんなところで見てくれてるんでしょうか。さあ今日の月1セントラル TV ですが、今日もゲストが2人いらっしゃいます。紹介しましょう、横井道さん、そして渡辺真由さんです。どうぞよろしく。どうぞどうぞ、はい、座っていただいて前に出してくださいよ。はい、改めてじゃあ太郎くんと一緒にですね、自己紹介お願いします。どうぞ。はい、今太郎を抱えてます、横井道です。最近マニアック趣味をカミングアウトすることに何のためらいもなくなってきました。よろしくお願いします。お願いします。おお、なるほど。そして、はい、イエーイ、はい、太郎を受け取りました。最近ですね、気づけば周りは結婚ラッシュということで、まあ、人の幸せもいいですけれども、そろそろ自分の幸せを本気で探したいなと思っています。渡辺真由です。よろしくお願いします。お願いします。いや、今日はですね、この自己紹介を聞いていただいてお分かりの通り、もうべしゃりは達者でございますよ、この二人は。太郎くんを受けたった瞬間に、なんかカミングアウト全然恥ずかしくもなく、はい、もう言えるようになった。それはマニアック趣味、それは何なの？ちなみにミスさんはマニアック趣味で一番人に受け入れられないのが、携帯電話が大好きってことなんですよ。携帯電話大好き、はい、ほう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 、どういうこと？いや、もう携帯電話っていう存在そのものが愛しくて、生まれてくれてありがとう。おう、うんうん、例えばどれぐらいのその好き度はいろいろあるじゃないですか。携帯電話のフォルムが好きなのか、はい、もうあの存在自体がそうなのか、うん、な何が好きなの携帯電話の？もういてくれてありがとう。いてくれてありがとう。いてくれてありがとう、はい、そうかそうか。引っ張りたいけどめんどくせえななんかめんどくさくなってきた。携帯電話は、ちょっと待って、ちょっと待って、今は何台ぐらい持ってますか？今使ってるのは1台ですよ、うん、1台で、はい、はいはいはい。で、あの過去携帯コレクションボックスっていうのがあって、そこに13台入ってます。13台、はい、で、もしかして名前とかついてるわけだ？いや、名前はないです。ないんかいないんだよな。そこで普通やったらなんかこう名前とかつけてる風やん、なんかミツさんだったらなんかこう、いやいやいや、そうないのよ。でもさ、うん、この前なんかちらっとさ、ブログとか見てたらさ、みちゃんの前の携帯の名前は花ちゃんっていうなんか、あ、はい、名前とかあったんだよね、はい、ある携帯もあるけど、ほとんどは名前はないんだ。あの、つけてもらったらあるんですけど、自分ではあえて進んで名前はつけないですね。あ、でも名前はつけないんだけれども、存在自体が嬉しいんだ。嬉しい。はぁ、あとは何かハマってるものとかないの？なんか携帯以外に。そうですね、最近読書が好きで。普通やん。全然マニアックでもなんでもない。ないよ。読書、読書、あ、いいですいいです、はい、お本ですよね、はい、お本。例えば最近読んだ本でハマった本は、最近は伊坂幸太郎さんの鴨とアヒルのコインロッカーを読みました。お、それはどんな本なんですか？面白い本でしたちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃ簡潔やけど、どんな風におもろいの？普通やったらなんかあるやんか。いや、こんなね、こんなことで、こんな文があるんですけど、こんな風にちょっと私感動してね、すごい楽しかったんですよとかあるやないですか。例えば、例えば、あんまそんなないっす。ないんかいないんかいな。なんやねん、みち。そして、まゆさんですよ。はい、まゆちゃん、はい、まゆちゃんはなんか最近ハマってるものとかないんですか？ハマってる、最近ね、ハマってるのはですね、マッサージにね、最近行き出しまして。例えばそれは何マッサージですか？スポーツマッサージなんですよ。スポーツマッサージって言って、みちはそれ知ってんの？スポーツマッサージって初めて聞きました。今初めて行ったもんね。初めて行ったな、スポーツマッサージは。何です、スポーツマッサージ？なんかですね、あのリンパをマッサージするんですけど、体を結構大きくこう揺さぶってマッサージするっていうマッサージなんですけど、それは何に効果があるんですか？何でもありますよ。何でも治りますよ。まあ私はまあ肩こり慢性なんで、肩こりとか、あとは足がむくむまで足をマッサージしてもらったりとか。なんかですね、私が言ってるところは話によりますと、あの中日ドラゴンズの2軍の選手なのかな、わかんないんですけど、その人たちにこうついていってる、マッサージとしてついていってる人が院長やって。てるマッサージ屋さんです。じゃあ、まあ、まさしくスポーツマッサージっていうのはそういうことなんだ。例えばスポーツ選手って本当にあのあれですよね、筋肉とかが張るじゃないですか、はい、そういう時に今ってよくアイシングとかあるけれど、なんでこんな話してんのか分からない、全然月1セントラル TV の趣旨が変わってきてるよ。なんかしましょうよ、しましょうよ。なんかあのものすごいスポーツ団体みたいになってるけど、はい、スポーツ選手とかっていうのはあの筋肉をほぐすために体を揺さぶるんだよね、はい、それであの筋をほぐして伸ばしてあげると次へのね、あの柏木くんなんてこんな話してる今日はいつもの月1セントラル TV 雰囲気違うよ、この二人は。マイクですよ、今マイクですかね。いやいやいや、明確です。ミチは、はい、
みちはあのこの漢字あるじゃないですか、お名前のみちちゃん、これですか。ねえ、うん、横井みち、これ本名なんですよね。本名です。二人ともずいぶん珍しい名前ですよ。万、うん、の弓とかで万のさんでしょ。そうなんですよ。みち、うん、さんはこれは誰がつけてくれたんですか、名前は。これはおじいちゃんにつけてもらいました。おじいちゃんつけてもらった。はい、来た来た、この全く予告なしの名前。いいですね。はい、いいですか。はい、すいません。いいえ、こんなありなんですね。ありです。あ、そうですか。いいですよ。いいえ、あ、すみませんでいくと。すみません。あ、いいですいいですよ。せっかくね、あのカメラに向かってお尻だけ向けるのやめよう。せっかくやから、せっかくやからね、はい、せっかく綺麗なお方なんだから、改めて自己紹介とかをカメラ目線でどうぞ。はい、はい、セントラルジャパン新人の小川マリエです。よろしくお願いします。小川マリエさん。はい、そうです。マリエちゃん、マリエさん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、マリエさん、もうお帰りになりますか。緊張がすごくやばいので。緊張がすごくやばいので。いいですね、いい名言出ましたね。え、マリエさんはちなみに今ハマってることとかっていうのは何ですか。なんかこう学生さんですか。はい、学生です。今は保育の勉強しています。あら、保育の勉強、保育の勉強していて、誰かこう学校または友達関係でも今流行ってることって教えてよ。今の学生は何が流行ってるんですか。え、今の学生ですか。わー、いいよ、ゆっくり考えてくれていいよ。 PSP とか DS とかですかね。なるほどな。ゲームがね、ゲームが流行ってる。お、将来はなんかそれでも保育の勉強しながらも、まあ、せっかくこうモデルさんみたいなこともやってるわけでしょ、はい、ね。でもあの子供が好き、一番子供の魅力は何ですか。子供の魅力は笑顔です。笑顔、はい、何の笑顔だと思います。じゃあ最後のスマイルをどうぞカメラに向かって。はい、いいですか。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、むちゃぶりやけれどもね。いやー、新人さん、こうやってお茶も運んでくれるわけですよ。ありがとうございます。え、今の子は もちろん知ってるわけですか、二人は。いや、はじめまして。はじめましてですね。はじめまして。そういうことか、そういうことだな。そうなんで、でもあの保育の勉強しながらいろいろのね、うん。